この番組は八戸市の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。水曜日から金曜日のこの時間はオラホの地域自慢です。八戸市内の各町内会にお邪魔し、その地域の自慢をご紹介します。オラホの地域自慢、第1級です。知内一番町、今日が2回目でございます。今日も駅前で理髪店をなさっております、山本さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。出張で八戸に来られて、ここによく寄られていたお客さんのお話ですね。はい、駅前に出張でお客さんに見ていただきましてね、新幹線が来る駅前はどこもよく変わるんですけど、変われないの八戸駅前ですねって言われたんですよね。変わらないのが八戸だけだって言われてもね、それはいい意味なのか悪い意味なのかよく分かんないですけどね。どうでしょうね。ちょっと私も寂しいような、変われなかったのにねと思って、なんと返事したらいいか、そうですねって言っていました。昨日のお話の中で再開発の勉強会とかっていうお話がありましたけど、要するにその方がおっしゃりたいのは、他のところは新幹線が止まる、駅が新しくなる、そうすると駅前の商店街もどんどんいろんなお店が整備されたり入ってきたりして、ということなんでしょ。そうですね、お客さんにすればそういうことで言ったと思うんですけども、ここの場合はね、再開発のお勉強もいたしましたけども、やはり後継ぎの方もなかったり、再開発っていうこと自体が難しいのでね、なかなか皆さんも乗り気にならないっていうかね、なかなか進まなかったんですよ。だからもう前の八戸駅前、このままの事態ですね。でもこういうご商売なさっていると、お客さん来ていろいろお話をするというのは、人と話するというのはいいことらしいですよ、やっぱりね。まずそれはありがたいですね。いろんな、たまにはよそからもお客さんを見ていただきましてね、去年かな、雪のすごくあった時、北海道のどっちかちょっと今度忘れしましたけど、そちらから来た方が長靴入ってきたんです。大宮にお姉さんいらっしゃるから新幹線に乗って明日行くんですけど、この長靴でとても新幹線に乗って行けないっていうわけ。それで駅前に来たら、靴安くてもいいからお靴買って履いていきたいって言って、靴屋さんありますかって聞かれたんです。いや、それが靴屋さんもないもんですから、いやー、お気の毒になって、いや、どうしようかな、八戸まで行ってもね、そういうお靴もないし、ちょうど目の前にラピア行きのバスが止まってたんです。じゃあこの ラピア行きのバスに乗って行って、また乗って帰ってこれれば、ここの両ホテルに泊まれますから、そこには何店舗か入っていますので、じゃあそちらの方に行ったらどうでしょうかってお話ししましたら、あ、じゃあ時間もゆっくりあるから行ってきますって、お店を出たんです。そういうこともありますよ。はい、あ、その方は髪を切りに来たんじゃなくて、その靴屋さんのを聞きに来たの。いやいや、髪カットして、靴屋さんありますかって、聞かれたんですよ。でもほら、靴屋さんもないし、いや本当にね、気の毒に思いましたよ、本当に。はい、そういうね、市内の案内も兼ねて、駅前の立地っていうのはそういう風になっちゃうのかもしれませんけど、常にね、お客さんと会話して、バスに乗るにもあれでしょうし、初めて来たっていうし、ねえ、知りません、この辺ありませんって答えて終わりにする人もいるかもしれませんけど、その辺がやっぱり山本さんがね、お客さんといろいろお話しするのは楽しいですか。楽しいですね。いろんなことをお聞きできますし、いろんなお話できて楽しいですよ。子供の頃からこちらにずっと髪切りに来てるお客さんもいるんでしょ。
そうですね、おりますね、うん、はい、そして今高校進学、うんうん、いや頑張ってね、ここに行ってって、うん、一声かけてあげますね、うん、はい、今はバスのロータリーがあったりユートリーがあったりね、昔は本当にそういうのなかったわけだから、そうそう、ね、何が一番この商売を始めてよかったと思ってますか。自分も楽しくお仕事ができて、従業員さんもその時はいたから楽しく過ごせたのが、自分はこのお仕事が天性だったのかなと思ってますね、はい、そう思えるのが一番いいですね。今日も元気な山本さんにいろいろお話を伺いましたが、さあ明日は最終日でございます。40年近く前こちらで商売を始めた時、店の周りはどういう状況だったのか、その辺明日ちょっと聞いてみることにいたしましょう。第一球でした。ありがとうございました。ありがとうございました。突撃八戸お邪魔隊ってか。続いてはイベント広報隊のコーナーです。このコーナーでは八戸市内で行われた様々なイベントなどをご紹介します。今日のこの時間は3月24日土曜日と25日の日曜日の2日間、立花岸壁で開催された復興応援八戸港朝市祭りの話題です。3月18日から今シーズンの営業をスタートさせた立花岸壁の朝市、多種多様な350店舗以上が岸壁に店を並べるその様子、日本屈指の大規模な朝市、もちろん観光の目玉ともなっています。その開催祭の2週目となる24日土曜日と25日の日曜日は、夜明けから午後2時まで朝市が開催され、そして特設ステージイベントも盛り上がりを見せていました。初日の24日土曜日は大雪強風によって出店者そして観光客の数もまばらでしたが、その分25日日曜日はお天気も回復し、大勢の市民観光客が集まっていました。それでは出店者の方にお話を聞いてみました。天気が悪かったんですけれども、はい、お客様の出足点が、そうですね、普段はピークがだいたい朝の6時ぐらいなんですけども、今朝はまあ雪が降ってたせいで、まあ全然人が来ないってどうなるかなと思ってたんですけども、今ぐらいになってようやく活気が出てきたかなっていうことで安心してました。まあうち魚屋なんですけども、在庫が溜まってきて、まあどうしようかなっていうところだったんですけども、再開できて大変助かってます。はい、どんどん活気が出て、まあ元気が皆さん出てくればいいんじゃないかなと思ってます。まあ、もともとは地元の方お客さんが多かったんですけども、最近はまあぼちぼちテレビなんかでも取り上げてもらって、観光客の方も増えてきたかなっていう感じはしてますね。まあ、朝早いんで遠くの方とかがちょっとなかなか来にくいかなっていうところが今まであったと思うんですけど、今日はまあ遅い時間までやってましたんでね、このようにお客さんも来ていただいていいんじゃないかと思ってました。はい、昨年は東日本大震災で開催が7月からとずれ込んだ立花岸壁の朝市、今年も12月までの毎週日曜日夜明けから開催されます。これから朝も明るくなる時間帯が早くなっていきます。ぜひ日曜の朝は早起きをして、立花岸壁そしてそれ以外にも八戸市内で開催されている各朝市にお出かけになってみてはいかがでしょうか。以上、イベント広報隊でした。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。